こんにちは。今日はね、ゲーム機を先行公開っていう感じですね。まあ、忍者ゴーだとたまにあるゲーム機ですね。これの作り方をね、あの動画を見て皆さん学習してみてください。はい、まずミニフグね、コール。それではね、ゲーム機を作っていきたいな。ウィーズ。はい、パーツね、まあ、大体これぐらいで作れますよっていう感じで、はい、超拡大させました。まあ、シールはね、もう貼ったりはしてるんですけど、まあ、このような感じで作れますよみたいな感じですね。はい、では作っていきます。完成しました。ゲーム機、皆さんが知っているものだと空中ではなくて陸上戦艦バンティン号にもありましたね。はい、系統とか規格がね、あの陸上戦艦バンティン号のゲーム機と非常に似てるっていう感じですね。はい、そしてね、背景が透明のシールをね貼ってありますね。見た感じで、ね、どう見ても貝にしか見えないんですけど、こういったキャラデザインの貝はね、今までちょっと見たことないので何とも言えないっていう感じでね、両側面シール貼ってありますよね。はい、そして中もかなり凝った作りになっていて、このガラスパーツの上にシールが貼ってあるんですけど、ガラスパーツの奥にもガラスパーツがあるんですよ。もうガラスパーツがガラスパーツとか何言ってるのかわからないと思うんですけど、レンズみたいにね、二層構造みたいな感じになってるんですよね。まあ、だからね、ほらよく見ると高低差があるの分かりますかね。若干ちょっと 3D 仕様なんですよね。はい、で上はね、何も貼ってなくてっていう感じで、はい、あとね、コントローラーがありますね。でよく見てみると、はい、コールもね、コントローラー持ってるんですよね。まあ、どう見てもプライムエンパイア風ではありますよね。そしてどういったものかっていうのはね、はい、今後の動画投稿をね、楽しみにしててくださいって感じですね。